今回は背番号4ディフェンダー旅立つジェファーソン選手にお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますジェフ選手、この水戸に移籍してきた経緯というのはどういう感じだったんでしょうか自分としては、えー、去年ガンバでまあトップチームの方で試合に出ることができなくて水戸ホーリーフォクから、まあ、オファーいただいて秋葉監督の目指すサッカーのスタイルっていうのに まあ自分もいいなと思って水戸ホリーホックに加入することにしました実際に来てみてみどうです、はい、いや間違いなく成長できる環境ですしこうまだまだ自分の実力がまだまだなんだなっていうのを何度も何度もこう思い知らされたというかまだ伸びしろあるっていう部分で、まあ、自分としてはすごく。 やりがいがいいあるというか前向きに取り組めています今シーズンあの4の3三3の、ねはい、フォーメーションがまあメインでやっててでジェフ選手はセンターバックというような形でやってますけどそれではいかかがですセンターバック自体は去年からこうやってて、まあ、去年の頑張っていったら庄司、まあ、選手だったり三浦選手だったり菅沼選手っていうあとキム・ヨンゴ まあ本当にこう代表クラスのセンターバックの背中を見てこう練習したりしてたのでまあやっぱり真ん中に特にセンターバックとかは強くなげいといけないし精神的に安定してなきゃいけないしまあチームの中で大事な役割を担うポジションだと思うのでまあそのポジションでプレーできているというのは まあ自分の中でも嬉しいっていうかそのまあ喜びはすごく大きいですご自身課題だなと思ってるところってどこなんですようんやっぱりまあ空中戦もそうですけどまあ全体的に相手のフォワードの心を折るっていうかなんかもうマッチアップしたくないなって思わせるプレーっていうのはまだ自分としては足りないと思いますし。 なななんか圧倒的じじゃないいないっていうののはすすごい自分の中で感じますそれかなじゃあ金ど。もっと圧倒的にこう守るというか、うん、もう本当にそこまで理想としてやってるんですねそうですね去年の人たちがすごかったんでやっぱりまあ去年トップチームは2位っていう結果だったですけど1-0のゲームだったりっていう固いゲームの中でも センターバックの重要性っていうのは、うん、去年さらに感じましたし、それ見てたら、やっぱりまだまだ,だなってこう、自分でも感じますジェフ選手のこう持ち味って、どういったところでしょうまあ前に出す縦パスだったり、まあ、ロングボールのキックだったり、体格に左足、まあ、あとはこう1対1の対人能力っていうのは、 まあ自分の武器だと思ってます。対人一対一本当強いですよね。うん。うん、まあやっぱ負けちゃいけないんでそこはサッカーの本質の部分ですけど、まあ究極11人全員がこう一対一で負けなければ、まあサッカー基本的には負けることないと思うので、それはまあサッカーの本質としてこう自分の中で常に意識はしています。あの今なんか練習で取り組んでいることとかってありますか？うん、うん。僕はもう。 ひたすらヘリングの練習しないとなって思います。ヘリングですか。はい。はい。それはなんで、そういう風に思っているんですか。弱いからです。一回でも競り負けたら。それで流れ変わる時はありますし。まあ、実際。大宮戦の。一失点目かな。は、もう。僕がヘリングで。競り勝ってたら。何の問題もなかった。あの試合。うん、ヘリング。一回しか負けてなかったんですけど、その一回のヘリングで。 まあ、失点につながってしまったっていうのは、自分の中ですごい大きくて。だから、まあ、ヘディングの改善っていうのは、今できる明確な課題かなと思います。清選手が、こうサッカーを始めたきっかけって、何だったんでしょうか。もともとは、その。親に、こう。サッカーの動画。その時は、こう。ぶっとい D. V. D. じゃなくて、こう。ビデオテープみたいなの。を家で。 たまたま、何かの試合かなでもロナウジーニョとかいてそういう試合を見ててサッカーぼんやりやりたいなってなっててちょうど近所のサッカーチームが体験できるみたいなのでそうですねそこから体験に行って。 楽しくて始めたって感じですああそうなんですね、はい、じゃあ本当にえっ、ー、とまず映像を見て面白そうだなと思って、はい、実際にやってみたそれがどれぐらいですかそれが年長とか、はい、年中とかですか、ね、じゃあ本当にもう幼稚園生の頃からはい、はい、やってたという、はい、あのやり始めた頃っていかがでした、はい、やり始めた時はもう一日中外にいるようなもうこのウォール と一緒に登下校したりっていう感じで、なんかもう今思ったらサッカー小僧だったのかな？って思います。なんかこう？子供の頃のなんかエピソードみたいなのってありますか？うん、なんかコーナーキックってあるじゃないですか？かコーナーキック俺その時からまあこうカーブかけたりこう。小4にしてはキック飛んでたんで。 コーナーキック直接狙って入るんですよ、新宿区だったら、新宿だったらコーナーキック直接こうゴール狙って蹴ったら入るんで、それやってたんですけど、なんか地区大会まで行くと、あのキーパーがどんどんでかくなって、さっき普通にキャッチされちゃうのが、あ上にはまだ上がいるんだなって、思った記憶がありますで、その後、まあ東桐光学園に行くわけですね、桐光、はい、学園は1かがでした。はい 高学園は、まあ、それこそこう鈴木克広監督の下でサッカーして、まあ、1年生の時から試合に出させてもらって2年生の時は高校選抜入ったりって言って、まあ、選手権でも、まあ、ベスト16ですけど結果は出ててたのかなって思います本当にその高校でその全国初めてというか。 そううすると、出てみてみどうだったんですか自自分自身で。多くの観客の人の前で試合することで何かな,なんかすげえ楽しいなっていうのはあサッカーってこんな大勢の人の前でプレーして自分のワンプレーでこんだけ人が湧いて点決めた時の臨場感だったりっていうのは、肌で感じることができて。 その時になんかサッカーやっててよかったなって思いました。なるほどね、はい、あのそれまではやっぱり自分でこうプレーしてプレーがま楽しいかなっていう、はい、感覚でやってたのがさらに今度はその見てる人がまたそれで湧いてくれるというか、うん、そういうのがまた実感できたというか、はい、そういういものがあったんですね多くの人の前でプレーする喜びっていうのは。 うんそこで感じることはできました。あのここでやっぱりプレイ面変わったとかあります？うん、ご自身で、うん。やっぱりよりこう玉ぎわだったり、まあ、キワの部分を大事にプレイできるようになりましたし、なんて言ってもこう高校で初めて左サイドバックやって、プレイの幅っていうのは、まあ、攻撃もそうですし、守備の強度。 っていうのも求められるポジションなんで。それは、そこ、その面では、すごく成長したと思いますああ。それは、サイドバックに、ね、あの、もちろんやったら、それは、監督さんが。そうですね。須監督がまあ、自分の特性だったり、特徴っていうのを、こう。理解してくれて、うまくポジションにはめてくれたって感じですああ。で、やっぱやってみて、やっぱ。 ねその面白さといううかなんかありました、うん、うん、すごい楽しかったですね、その時はやっぱり攻撃にもいけるし、まあ、守備頑張ったら攻撃できると思って守備してましたんでそうですね、楽しかったです。なるほどね、そうかサイドバック、そうですよね、守備してちゃんとこうまく取れれば、はい、そこからさらに攻撃でいけるというか、はい、もうなんかすごいサッカーの本質という、うん、ところのプレーのね、できるところかもしれないですね。はい なんか時代のトレンド的にもそうですけど僕はこう高校の時は攻撃の良さだったりっていうのをすごいこう自分の中でサイドバックは攻撃してなんぼの選手って思っててまあ守備を正直言ったらおろそかにしてた部分はあったんですけどこうプロに入ってなんか。 いろんなセンターバックの人たちを見てきて、まあ、フロンターレでいったら奈良選手もいましたし谷口選手マイケル・ジェームズ選手とか、うん、で、まあ、さっきあのガンバでも挙げたようなセンターバックの人たちのなんていうかな,なあ研ぎ澄まされた感じとか立ち佇まいピッチ上の佇たずまいとかを見ててなんかかっけえなって思ったり。 やっぱりこう守備でもこう楽しさをこう見出すことができてでなおかつ今の時代こうセンターバックが攻撃する時代なんでやっぱり攻撃の一番最初だしチーム安定させようと思ったらまずはセンターバック安定しないとうん話にならないと思いますし。っていう部分でこう重要な役目を。 になっているポジションなのでそこでプレーすることがこう自分の中で、まあ、今、本当に一つの喜びというかまたそれも去年変わったサッカー感かなって思います。フリーペーパー、日立、西もクータそして茨城最大級の情報サイト、茨ばにもタミナス・ジェファーソン選手のインタビューが詳しく掲載されています。ぜひこちらもご覧ください 田部田選手今日はありがとうございましたありがとうございました水戸ホーーリホック今後のホームゲームのお知らせです5月2日日曜日は明治安田生命 J2 リーグ第11節ビファーレン長崎戦が行われます会場はケイズ電機スタジアム水戸で14時決行予定です5月9日日曜日は 明治朝生命ジェッツリーグ第13節栃木 SC 戦が行われます会場は経営図連携スタジアム水戸で14時結構協定です皆さんぜひ水戸ホーリーホック応援にスタジアムにお越しくださいスタジアムを水戸ホーリーホックサポーターで青く進ましょう